いやめちゃめちゃいい天気やんか。最高の研修日和ですな。さあ、ということで、ずっとこのドリームザレディをご覧いただいている、皆さんには、あれ、この絵見たぞという人もいるかもしれませんが、さあ国城、ただいまどこにいるでしょうか。そうです、1年ぶり。はい、どうも白石島でございます。わあ、ただいまシーカヤック研修をしております。さあ、お届けいたしましょうか。クリアナスドリームザレディオスタート。今週も始まりましたクリアナスドリームザレディオ。さあ、ということでですね、もうおなじみとなりました、素晴らしい瀬戸内海のですね、海とともにオープニングをお届けしたわけですけど、おなじみとなりました。いやー、もうね、2回目じゃないですか、はい、2回目、はい、1年越しの白石島に行ってまいりましてですね、はい、私、白石島は3年連続3度目の出場でした。これ甲子園が名門です名門です、はい、行ってきたんですけど、なんで行ってきたかと言いますとですね、研修です。合宿ですから、合宿で行ってまいりましてですね、これも3年連続3度目の言い訳ですよ。いや、言い訳じゃない、言い訳じゃない、ちゃんと、いや、もちろん、もちろん研修もしてるんですが、その他のね、いや、大阪学院大学の経営学部、ホスピタリティ経営学科の、後藤ゼミの3年生のね、はい、みんなと、毎年3年生のみんなと行って、それも3回連続で行かせてもらってるんですけど、うん、今年も行ってまいりましてですね、はい、まあ、これ、なんで行ってるかというと、笠岡、岡山の笠岡市にですね、大阪学院は無人島を持ってるんですね、うん、そこの研修センターで、まあ、合宿をするわけなんですけど、年々いろんなグレードがアップしてますですね。今回は笠岡の市役所の皆さんのね、もう全面協力のもと、すごい充実した合宿になりまして、はい、ちょっとそのね、もう3日間なんですけど、まずはお昼間、笠岡市役所にお邪魔しましてですね、笠岡岡本副市長、表敬訪問をしてですね、市役所で、まあ、座談会というか、笠岡の観光課の方にも、今の笠岡市が抱える問題とかね、あと笠岡諸島をどういう島なんだ、どういう町なんだっていうところもいろいろご説明いただきながらね、ブリーフィングっていうかな、はい、だから1時間説明を聞いて、でその後市長と1時間、いろんなお話をさせていただいて、はい、いや、学生の子たちも素晴らしい経験ですね。ねえ、なかなかできないじゃないですか、はい、そう、だから今から自分たちが行く学院島がある島、島というかその諸島ってどういうところなんだっていうのをしっかりと勉強してから今年に入ったんですよ、はい、うん、で右上の方はまず初日の夜授業させてもらってます、はいはい、しっかり勉強してますね。しっかり勉強してるんですよ、はいはい、もう上がこれセミナーハウスですね、はい、笠岡の研修施設ですね、はい、そうですね。そこで今回僕は観光特使という形で皆様にね、いろいろとご協力をいただきまして、そういうどういう経緯でこういうことになったのかとか、2日目以降のね話とかもちょっとお話しさせてもらいました、はい、でもう真ん中になるとですね、2日目なんですけど、真ん中の下のところは、そうそうなんです。今回ね3つぐらい島回ったんですけど、これは真鍋島っていうところで、なんと神戸出身で、神戸にずっとおられて、そこから移住をして笠岡でゲストハウスを始められたご夫婦、うん、はい、ご夫婦にお話をお伺いしまして、これゲストハウス併設のカフェなんですね。そうそう、カフェ、そう、ここでもね、ちゃんとお昼のランチいただきまして、うんうん、やっぱりなかなか生の声って聞けないじゃないですか、はい、だからお二人になんでそう自分の動画出て行って島でゲストハウスをやるようになったのかみたいな、うん、でも当たり前ですけど、需要があるからゲストハウスがあるわけで、うん、で需要があるからやっぱカフェもあるわけじゃないですか、うん、だからやっぱ島に行く方々がやっぱ結構いらっしゃる、行って泊まる方は、はい、まあ、いらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、でもやっぱりね、はい、どんどん人口は減ってきてるんですよね。あ、なるほど。その島のね、はい、うん、だからそこを盛り上げたいっていうね、これ今年できたばっかりなんですよ。あ、なるほど、はい、そうなんですよ。で、どうやって盛り上げていこうかっていう次の展開のお話とかも聞きながら、で、やっぱり観光にもそうやって来てほしいし、うんうん、ね、今は結構海外からも来られる方もいらっしゃるみたいなので、はい、そういう生の声をね、お話しお伺いしました。右下の方はですね、ずっと学院棟を管理してくださっているご夫婦が、はい、もうこれも帰りなんですけど、手振ってくれて、涙の別れですよ感動しますね、こういうのね、感動の別れが、あ、もうね、もう船が消えるので手振ってくれるんですよ、うん、来年また来るよ、言うて、そう、
あのクリアランスもね、はい、すごいあの応援してくださってて、うちの2年前に行った時にお渡しして、チラシとかもずっと持ってた。ありがたいですね。こうやってね、研修もしまして、はい、続いて、うん、スライド、はい、これはですね、左の方から、はい、星空研修、うんうん、真ん中の上、はい、朝日研修、朝日研修、はい、その真ん中の下がバーベキュー研修、はい、で右側はその学び島とかも含めてのフィールドワーク、はい、猫研修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 結構見てるんですか。学び島めっちゃ猫がいるんですよ、その猫の島っても呼ばれてるみたいで、はい、ミラホイホイです。ミラホイホイ行ってみたい。なんかでもこれね、これ勉強感、研修って言葉を今抜いたら夏休みですよね。今年もだって、なんかカメラ女子の旅行みたいな写真ですけど、こんだけ星見えるんですよ皆さん。でもいいですね、なんかその猫のいるこの街並みとか見ると、うん、なんか海外の方とかも来たくなるような、うん、古き良き日本を彷彿させる街並みで、こういうのでね、まあ、こういうのを撮ったかというと、はい、実はこの後藤ゼミは観光勉強をしてるんですけど、はい、テーマの中にメディア研究っていうのがあるんですね、うんうん、で今回の合宿のテーマがインスタ映えする笠岡諸島っていうことで、それぞれが自分たちの目線でいろんな写真を撮って、うんうん、でインスタにバンバン上げていってるんですよ、うんうん、でそれでこう講師が出したインスタ映えとは何ぞやの答えがここにあるんですね。これこれ映えてるでしょ。そうなんですよ、まあ、こういうのもね見ながら、うんはい、そして2泊3日でやりまして、うん、2日ぐらいが、まあ、ずっと島のことなんですけど、はい、3日目は岡山の市内の方に出てきまして、はいはい、3枚目になるんですけど、はいはい、なんと今回はですね、もう僕たちのホームですよ、すごい RSK 山陽放送のスタジオ見学にお邪魔しました。これはすごいですよ。すごいですよね、これはすごい。そうで、もう僕たちがジングルを出してもらってる吉生本当に生で見学しましてですね、はあ、本番中見れ、本番中見です。え、生吉生、生吉生、はい、でこの日はですね、もう、はい、あの右下にいるようにね、バンさんと田中愛さんね、うん、で広瀬アナで、あと林王子も、林王子の日でしてね、はい、ぜひ林王子気になる方、あのバックナンバー戻ってみてください。そうトランプやってますから、トランプやってますね、はい、そうで上の方はですね、編成部長さんがもう直々にスタジオをねご紹介してくださいまして、左下の写真はこれがですね、なんと僕も初潜入のサブと言われる、うん、はい、ここ入ったことないですよ、ここね。そうなんですよ、ここの臨時ニュースやる時の背景か、確かにテレビ曲もののドラマしてる時のここで出てきますけど、見たことないですもん、はい、ね、さでも僕も初めてあそこに行って、うん、で真ん中におられるのが、まあ、ディレクターのね、僕たちのもうずっとイブニング5時の頃から可愛がってくださってるね、はい、ディレクターさんがその日担当やったんですけど、うん、あの方が全部指示してて、隣の人がスイッチャーさんですよ、うん、1カメ、2カメ、3カメみたいな。しかもそれ本番中に見れたんですよ。そうそう、本番中です、ね、そうですよ、すごいな、ね、いいな見ながら、はい、はあ、本当にですね、皆さんのご協力と笠岡市の皆さん、はい、そして RSK の皆さんとか、うん、本当に皆さんにご協力いただいて、はい、充実した合宿が、うんうん、あ、実はこの後はですね、すぐ隣にある後楽園にも行きまして、うんうん、はい、観光特使自ら、あ、観光特使自ら、ね、ご案内しまして、ご案内しまして、ご案内しまして、ご案内して、はい、こんなゼミが受けれるのは大阪学院だけ、ほんまだ言うて、もう大きな声で言うて、こんなゼミが受けれるのは大阪学院だけ。そう、贅沢ですよね、でもね、そう、本当にせっかくの夏休みですから、いや僕ね、これでまた皆さんにお伝えしたいのは、うん、この笠岡に行った時も豪雨のね、災害で、うん、まあ、テレビで見るのは倉敷の豆とか宗者、うん、とかっていうのがあるんですけど、はい、笠岡でも亡くなられた方もいらっしゃいますし、うん、大変だったんですよ、うん、でもその中で、まあ、もちろん、RSK でも災害の時のメディア対応みたいな話もね、いろいろとお伺いさせてもらったんですけど、はい、でも今ね、岡山元気なところも多いんです、うんうん、岡山市内の地、うん、倉敷の美観地区とかも多いんで、元気なところにどんどん観光来てほしいんですよ、うん、はい、はい、今ね、災害を見て岡山に来るのやめてる人も多いんです、だから鶴くんのところも多いですね、今ね、やめてる人ね、そうですね、尾道とかも、尾道、福山、あの辺のはやっぱり、ね、うん、実は尾道もダンスやっただけで、うん、特にその大きな、うん、そのここが危険だとかっていう場所っていうのは今別にないんですけど、今ない、ね、はい、うん、ですけどやっぱりその、まあ、やっぱああいうことがあって、うん、
逆に行くのが不謹慎じゃないかみたいな思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、危ないからやめとこうっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、でもそうなると産業がね、そうなんです、止まっちゃうんですかね。そう、岡山だけでもね、五十数億円のもう今消えてるらしいですよ。なので元気ですから、はい、だからみんな応援する気持ちで行ってほしいなと思って、そうです、ね、はい、僕も今こそ元気だとか素晴らしい、うん、ね、瀬戸内の魅力とか岡山の魅力を発信できたらなと思って、はい、その話もみんなにもしました、うん、はい、ということで行ってまいりました、ね、すごい。さあということでですね、大充実の合宿に行ってき、はい、たわけなんですけど、はいはい、さあ皆さん次のスライドをですね、はい、見ていただけたらと思うんですけど、実はですね2日目の方はですね3つの島を回ってきたんです、うん、オープニングでシーカヤックやりました白石島、うん、あとさっきの猫が言った真鍋島、はい、でもう一つですね北木島っていうところに行ってきたんです、はい、これはですね今もう千鳥の大悟さん出身地っていうので、はい、めっちゃ有名になってるんですけど、でここのね名産がですね石なんです。で採石所に、あ、そう、これこちらです、北木石。ああ、石、そう、北木石、はい、ね、北木石、これも買ってきたんですけど、はい、せっかくなんでお土産で、採石場にですね、この日ご案内いただきまして、はいはい、ね、行ってきたんですよ。で、鶴田石材さんっていうんですけど、今ですね、この写真にあるように右上とか見てもらえば分かるんですけど、右側、断崖絶壁みたいなところに、うん、展望台作ってました。あ、で、今その採石場を見れると見ることができるんです。はい、これね、全部山だったんですよ。それどんどん削っていってこんなになってるんですよ。もうこんなサスペンスの種明かしか、もしくはもう仮面ライダーの戦いくらいか、ね、これあの下ね見える方はもうね、はい、海抜以下、あ、そこまで掘り進んでるそうなんですよ、はい、この北木石、はい、高級石材ということでとても有名なんですけど、さあここで問題、この北木石いろんなところに使われております、全国各地で。皆さんの中でこのクリアランスの中でとても身近なところに使われております、この石実際に見たことある、さあ僕たちのところで身近な部分で使われているところはどこでしょうか。あ、まあ、ヒントを言いますと、関西以外のところで言うと日本橋とか、あと、日銀の土台とか中之島公会堂、まあ、関西に行くと中之島公会堂とかにも使われているらしい。その中でも一番身近なところを答えます、はい、僕たちがもう実際にあの見たことがあったところに使われておりました。なんか前回のオープニングというのは最近こう世界不思議発見的なクイズが変わってるんですか。皆さんあれですか、お手元これと手触りは一緒ですか。うん、うん、あ、いや、両面あるようなちょっとザラッとしてるのもあるみたいな。そんかな、どうかな、ヒント言いましょうか。この1ヶ月以内にも見てる。あ、じゃあやっぱりそうやわ。これしかないねんけど。ただ僕も知らなかったです。行った時にあのご案内してくださったその石材の方が教えてくださいました。言って、さあそれでは皆様回答をお出しください。バン、バン、おお、大阪学院大学、安藤忠さんの何か、大阪学院の一部の階段、大阪学院大学三君広場の、おお、これ、なるほど、ステージ、ステージ、さあそれでは正解をお見せいたしましょう、はい、正解はこちらでございます、あ、噴水、噴水、そうです、噴水ということで、水だよ、めちゃめちゃ使ってるやん。めっちゃ有水や、めちゃめちゃいっぱい使ってるやん、すごいよ。俺なんか机とか椅子やと思ったんですよ。あ、そう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 、ただからでもあれってね、大理石って聞いたんですよ。うんうんうん、噴水ですって。ああ、これ惜しいです。惜しいと思う。僕らに一番身近なところで知ってるって言ったらやっぱ大阪城ってね、はい、よく聞いたことあるんですよ、はい、大阪城の大きな門のところにあるとか、そういうのは聞いたことあったんですけど、帰り際こそっと大阪学院っつったら噴水に使われてるみたいで、だからやっぱりそういう面で言うと、はい、あれでしょうね、研修施設がね、うん、ああやってあの笠岡にあって、はい、っていうところであったんですかね、もしかしたらね、つながりがあって、あ、そっか、
これから噴水を見る目が変わりますよね。そうね、うん、どうでした、いい問題だったでしょ。面白い、確かにいい問題でした。ということで、はい、不思議発見でした。いや、そういうことですね。さあ、僕らはクリアランスからのお知らせでございます。はい、ライブが決まっておりまして、はい、9月30日の日曜日、うん、ストーリーバイミュージックと題しまして、うん、私たちクリアランスと美人小説家の半竹泉さんによります、はい、音と物語のコラボレーションライブを行います。ぜひ、はい、来てください。はい、さあ、そして今週のクリキャントークはですね、先週に引き続きまして、あの企画サブキャラ天下一武道会の決勝戦です。いや、決勝戦です。泥試合、泥試合、決勝戦は、はい、だから森脇さんが鉄腕アトムのコバルト、はい、そう、コバルト、木村さんが確かドラゴンボールのヤジロベ、ヤジロベ、はい、はい、本当に天下一武道会っぽい。そうですね、はい、まさかの対決です。いいとこね、もう出し尽くした後の戦いなんで。そうなんです、はい、あの第1回戦でね、そうそう、結構言っちゃう。そうなんですよ、うん、1回戦が30秒ですね、プレゼンタイム、トーナメント方式でこう上に上がっていくんで、うん、そうなんですよ、うん、はい、ということで、どんな戦いになったか、はい、もうね、公開されてますんで、はい、ぜひ、ラジオでチェックしてみてください、はい、そしてこの後のドリームザレディオ本編が、三浦さんの回ですね、はいはい、なんかね、まあ、夏ということで、うん、皆さん結構ダイエットをしたりとか、はい、ちょっと健康に気を使ったりとか、はい、っていうことで、ね、それぞれメンバーしてるみたいなんですけれども、うん、健康が起きるのかなというのを、人の話ありきやん。皆さんに聞いてみましょう。はい、ということで、この後ね、サウンドクラウドで、お聞きいただけたらと思います、はい、さあ、ということで、今週もお届けしました、はい、また来週もお会いしましょう、はい、さよなら、バイバーイ。